俺たちのジャパンへようこそ。新幹線は日本が世界に誇る技術です。その安全性や快適性が高く評価されているのは皆さんもよくご存知なのではないでしょうか。しかし実はスピードの点では日本の新幹線はフランスの TGV に負けています。そのため TGV こそが世界一の鉄道だと主張する人もいるようですが、日本がスピード争いから手を引いたのはどうやら訳があるようです。今回は TGV と共に育ってきたフランス人男性に話を聞いてみました。俺の名前はジャン。フランスのある製薬会社で営業をやっているが、今回は俺の肩書きはどうでもいい。俺の一人娘が日本で出会った男と結婚することになった。それに伴うあるエピソードを聞いてほしい。俺の人生はいつも TGV と共にあった。 TGV はフランスが誇る世界最速の鉄道だ。 TGV が開業した1981年、俺はちょうど10歳だった。忘れもしない9月22日、当時のミッテラン大統領が見送る中、オレンジ色の高速列車はフランス国民の期待を背負ってパリ・リヨン駅を出発したんだ。あの時のワクワク感は今でも覚えているよ。これ以来俺はすっかり TGV のファンになってしまったんだ。当時速い乗り物といえば日本の新幹線だった。新幹線は1964年の開業以来時速 210km で世界一の速さを誇っていたんだ。しかしその後のスピードアップはなく、そこに登場した TGV が最高営業速度 260km で追い抜いたってわけ。世界一速い列車の座をフランスが勝ち取ったことはフランス人にとって大きな喜びであり、日本人にとっては大きなショックだっただろう。その後 TGV は大西洋線、北ヨーロッパ線などと路線網を拡大したが、スピードの世界記録も次々と更新していった。日本の新幹線もよく食らいついてきたと思う。それでも日本で営業最高速度が時速 300km に達したのは500系のぞみが登場した1997年。ここでようやく新幹線はTGV アトランティークと並ぶ世界最速の座に久しぶりに返り咲いた。めちゃくちゃ時間をかけてようやく追いついたって感じだ。日本では1996年7月に JR 東海の試験車 300X が時速 443km を記録している。しかしその後の速度記録はリニアに移行したらしい。リニアに力を入れるといえば聞こえはいいが、車輪式鉄道の世界ではフランスにかなわないと悟って逃げたんだろうな。一方フランスは世界一になってもその座に甘んじることはなかった。2007年には世界最高速度である時速 574.8km を記録している。この記録は現在も破られていない。まさに鉄道の歴史に残る快挙だ。試験はテレビ番組で生中継され、車内及び沿線には報道機関が免れた。もちろん俺も生中継を固唾を飲んで見守っていたよ。試験走行に乗った専門家やマスコミのコメントによると、時速 380km を超えたぐらいから徐々に車体の揺れが感じられるようになり、時速 490km で乗客たちはややフラフラし始めたらしい。時速 540km では立っているのが困難になったみたいだ。だが無事に時速 570km オーバーを達成。運転士は鳥もいないし天気もいいし試験走行中は何も問題がなかったですと笑顔で語り、カメラに収まっていた。もっと早くなれるんじゃないかと思わせてくれる余裕ぶりだ。そんな TGV は2021年に営業運転開始40年を迎えた。マクロン大統領は演説で、当時は日本のことしか話題になっていなかった、驚くべき技術的成果だったと
1964年開業の東海道新幹線に言及した上で、TGV の実現はフランス人の才能と情熱の歴史だと訴えている。まさにその通りだ。しかしあれから40年とは、俺も年を取ったと感じてしまうね。TGV が40周年を迎えるまでの間に、俺の人生にもいろいろあった。最愛の妻を亡くし、男手一つで育ててきた娘のクロエが日本に留学。すっかり日本好きになってしまって、そのままそちらで就職して、挙句の果てには結婚もするなんてことになったんだ。いい機会だから、お父さんも一回日本に来てみてよ。可愛い娘にそう言われて、俺は50代になって初めての日本旅行に行くこととなった。相手の男、大輔の実家がある仙台にも顔を出そうと思ったんだが、スケジュールの都合によって飛行機でなく、東京駅から東北新幹線で向かうことになった。TGV より格下の新幹線を試してやろう。俺にはそんな意地悪な気持ちが生まれていたんだ。クロエと大輔と共に、ホームで新幹線を待っている間、俺は大輔に、いかに TGV がすごいのかを語っていた。クロエはたびたび、やめてよ、恥ずかしいと言っていたが、その意味をこの時の俺は、まだ分かっていなかったんだ。対する大輔は、俺の話に相槌を打ちながら根気よく聞いている。そこでようやくホームに列車が来た。すると駅の職員と思わしき人たちが、お辞儀をした上で配置につく。乗客からゴミを受け取る人もいれば、車内に入っていく人もいた。一体なんだ？ああ、あれは新幹線の清掃作業ですよ。お父さん、ターミナルに到着するたびにプロがピカピカにするんです。その時間はわずか7分なので、7分の奇跡なんて言われているんですよ。大輔の言葉通り、7分後、清掃員たちが出てきた。いざ新幹線の中に乗り込むと、確かにピカピカだ。日本の車両も年季が入っているはずなのに、新品の車両に乗るような気分だった。確かに新幹線と比べたら、TGV の車内の清掃は甘く、ゴミや汚れが目立つ。TGV も定時運行を掲げているから、時間には厳しいんだ。だからどうしても、清掃は省略されたり、雑になったりする。でも俺にとっては、それが普通で当たり前だったんだ。新幹線に乗ってからは、驚きの連続だった。TGV よりも車内はずっと明るくて、広い。座席の座り心地も良かった。普通車でも、座席の前後の間隔に余裕があるから、リクライニングもできる。TGV の一等車でも、ここまでのリクライニングはできない。そもそもフランスでは、列車内で寝ることに対する危機感があるからな。俺は TGV に乗るとき、だいたい一等車にする。なぜなら TGV の二等車は、かなり狭いからだ。今までの俺は、それを悪いこととは思っていなかったんだ。そういうものだと、子供の頃から思っていたんだから、仕方ない。しかし新幹線の普通車が、TGV の一等車よりも広いっていうのは一体どういうことなんだ？接客も素晴らしかった。車内販売の女性は笑顔で挨拶してくれたし、車掌も車両を見回り、他の車両に移る際はわざわざ俺たちに向かってお辞儀をしていた。 TGV ではこうはいかないだろう。駅員と乗客のトラブルはしょっちゅうだ。乗り遅れた乗客を置き去りにして駅員が無情に出発する様子なんて何度も見てきたからね。発車時刻前にドアが閉まることもあるし、余裕を持った行動が欠かせない。それに発車するホームが出発間近までわからないこともよくある。一方、日本の新幹線に乗るのは日本に慣れたクロエと大輔の誘導があったとはいえ簡単だった。確かに東京駅は複雑だったけど、新幹線への乗り換え口ははっきり示されていたし、ホームの床には列を形成するためのラインが引かれていた。そして日本人はそれに従ってきちんと列を形成していたんだ。お父さん、新幹線もなかなかすごいでしょ？ああ、まあ、そうかもな。それでも俺は
新幹線が TGV よりも優れているとは認められなかった。やっぱり大切なのは速度だと思っていたからだ。しかし、おい、もう動き始めたのか？駅のホームが後ろに流れていくのを窓から見て、そこで新幹線が走り出したことに気づいた。あまりにも揺れがなく、静かに走り出したものだから、景色が変わるまで気づけなかったんだ。ずいぶん早いな。そうですね。東北新幹線の最高時速は 320km ですから、他の新幹線よりも早いんですよ。大輔の言葉に俺は驚いた。 TGV も営業上の速度は時速 320km、 つまりこの新幹線と同じというわけだ。試験走行では確かに大きな差がついているものの、実際の営業では TGV と新幹線は同じ。 TGV にとって唯一誇れるポイントを失って、俺は新幹線の凄さを認めざるを得なかった。同じ時速 320km でも乗り心地やサービスの質が全く違う。それは TGV を愛し、よく乗っている俺だからこそ痛いくらいに分かった。これだけ快適なら多少スピードが落ちて所要時間が伸びても許せるくらいだ。そこで俺は気づいた。日本はスピード競争から離脱したんじゃない。これ以上の高速化は必要ないと判断したんだ。 TGV はあくまで車両がどれだけ速く走れるかに力を注いできた。でも新幹線は乗客がどれだけ快適に移動できるかに全てを費やしてきたんだ。もちろんその中には高速化も含まれる。でも一定レベルを超えたらもう十分だと判断したんじゃないだろうか。 TGV がスピードの追求に回しているパワーを新幹線は安全性や定時性に回していると俺は感じた。確かに TGV は試験走行のスピードでは勝っているかもしれない。しかし乗り物として総合的に判断するなら新幹線に軍配が上がるだろう。俺は新幹線のことを知らずに TGV 自慢をしていたのが恥ずかしくなった。それに対して否定せず話を聞いてくれた大輔にも感謝したい。クロエの前で父のメンツを保ってくれたのかもしれないな。フランス人から見ると日本人は自己主張が少なくて頼りなく見えるけど、大輔の優しさを感じられたよ。今でも TGV は俺にとって憧れで誇りだ。子供の頃に感じたドキドキが消えるわけじゃない。それでも好きなものに対して盲目になるのは怖いと思ったよ。今は TGV が新幹線から学び、さらに成長してくれることを祈っているよ。俺も子供の頃から TGV のファンなんだ。7から8歳の頃、オレンジと黒のカラーの TGV を絵に描いたのを今でも覚えているよ。新幹線も確かにすごいけど、TGV は僕の中では特別なんだ。俺は新幹線、TGV、ドイツの ICE、どれも乗ったことがある。ICE はどの区間においても高速とは言えないね。TGV は北から南まで高速で走る。だけど多くの支線ではそうではないんだな。一方新幹線は全ての線路を高速で走り抜けるんだ。僕は TGV よりも新幹線の方が好きだと言わざるを得ない。日本の未来的なデザインが本当にかっこいい。記録上では TGV の方が速いけど、新幹線は驚異的な収容能力も持っている。それにより効率的で時間に正確だ。地形学的に見ても不都合なのにもかかわらず、日本は素晴らしい高速鉄道システムを作り上げた。その点でもって新幹線がベストだと言える。11歳の頃日本へ行った時に窓の外を走る新幹線を見てちょっとめまいがしたのを覚えているよ。めっちゃ速かった。超電動磁石を用いた新しいリニア高速鉄道ができるのも楽しみにしているよ。新幹線だってその気になればもっと速度を出せるかもしれない。だけど日本は狭いし騒音を考慮してやらないのだろう。新幹線は好きだけどゴールデンウィークやお盆、年末年始に混みすぎるのが問題だ。実用性という点で新幹線の圧勝。特に東京博多間の頻繁さ、正確さ、清潔さ、人
人々から愛される理由もわかる。私は自分の国がジャカルタとバンドを結ぶ初の高速鉄道建設で、日本の新幹線じゃなくて中国の HSR を選んだことに混乱しているよ。中国製列車の安全性が心配。2010年に京都と大阪を訪れた時に新幹線に乗ったんだけど、普通の電車とは全然違ったよ。電車じゃなくて飛行機に乗っているみたいな感じ。トイレも綺麗で驚いた。高速鉄道のスピード競争の場は、車輪式から磁気浮上式のリニアモーターカーへ移りました。 JR 東海の超電動リニアモーターカー LOK が2015年4月21日に出した時速 603km が現在世界一です。中国も時速 600km のリニアが完成したと主張していますが、こちらはまだまだ試験段階。時速 600km の高速リニア実用化に向けた試験用車両がテスト走行に成功したくらいの状態のようです。大切なのはスピードだけではないとジャンは学んだようですが、それでも高速化によって人々の生活は大きく変わるでしょう。リニア中央新幹線が開業すれば、品川から名古屋まで約40分で移動できると言われています。品川、大阪間でさえ約67分で1時間程度で行き来できるのです。開業の遅れは心配ですが、リニアの開業は鉄道の歴史の大きな転換点となるでしょう。とても楽しみですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄にお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。